日本書紀ここに書いてありますね、720年作られました。古事記作った人、大野康丸君ですね。でこの人も日本書紀編纂に関わっています。従来説は当たり前のことですが、ここに書いてありますように奈良時代の平城京、すなわち奈良県の大和王朝で日本書紀の編集がなったとしてきた。私も全然違うわけです。今言ったばかりですね。平城京桂川町にあったんですから、古事記も日本書紀もこの筑豊福岡県で編集されておりますね。じゃあもともと書いてある中身は筑豊のことですね。これがもう福永論の骨格なんでございますね。